皆さんこんにちは。こんにちは。銀です。メイです。ママです。なんか順番違うね今日。うんうんうん。なんなの銀くん張り切ってるね今日。わーい。わーい。いいの持ってんじゃん。ちょうだい。いやデミ。ちょうだい。デミ。デミじゃ。銀の大好きなマシュマロ。なんかもうこれだけね食べても好きなんだけど、銀くん朝からマシュマロトーストをねよく焼いて食べるんだけど、トーストにこれをね食べよ乗っけて焼いたやつ美味しいよね。そう、その大好きなマシュマロで作れるお菓子があるって。マシュマロクッキー知ってる？みんな SNS で話題っていうの、なんかインスタで見つけてね。あ、知ってる。それクッキーをこんな丸めペンペンペンってお餅みたいにやって、でクッキーを上に乗せたら、うん、焼いてんのって聞こえる。ブブー。はぁ、あ、先にね、マシュマロを焼くんだって。焼いたところにクッキーとかナッツをニュッて押し込んでまた焼くんだって。材料は、はい、マシュマロ10個ぐらいでいいです。半分に切るので。クッキーじゃないんだけど、ビスケット、これ埋め込んだら可愛くない？うん、もういい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 。材料なくなる。ナッツ、ナッツ類ね。ナッツ類もちょっと入れてみようかなと思って、うん、ナッツとマシュマロとクッキーがあればできます。それでは早速作っちゃおう。はい、じゃあ10個のマシュマロここに出してください。うん、マシュマロはね、バーベキューで焼いても美味しいよね。だって大きい場合は半分に切るだって。じゃあこのまんまでいいんじゃない？これちっちゃいマシュマロだから。ね、ってことは何もすることないじゃん、キングって。何もすることないじゃん。これ並べる。焼いてクッキー置いて焼くだけ。焼くだけじゃん。じゃあ15分焼くから、15分焼いてからお仕事があるからね。結構間開けるよ。うん、結構膨らむから間開けた方がいいかも。ここぐらい、うん、ぐらい。何個ある？ 1,2,3,4 ねえ、色ねえ、やめて。なになに？上に並べてよ、下じゃなくて。はい、銀も並べて。もうちょっと入れる？誰かさんだけは食べちゃったからね。いいじゃん、別に美味しいんだから。はい、それで何個かな？ 16？ じゃあ、あと4,4,8,8,16、このぐらいでいいかな。じゃあ16個分並べました。なんかね、大きい場合は半分に切るって書いてあるけど、多分これこのまま。マシュマロ食べたい。これね、くっつかんよね。くっつかんでしょ。くっつかんでしょ。くっついたらどうしようね。130度のオーブンで15分。これさ、取り出してこう入れ込むとき急がないといけないってよ。130度でまず15分焼きます。じゃあそれ、その前に俺はゲームやって待ちます。いいよ、ゲームやってていいよ。結構低温で焼く感じなのね。焼いてる間にナッツを出します。かんちゃんの大好きなやつ、ちょっと一袋もらおう。お、あ、これ全部チョコか。溶けちゃうかな。普通のナッツの方がいいのかな。食べることばっかりな。僕もやりたい。ナッツとこれね。ナッツさ、僕入れたい。わ、割れちゃってるのもあるね。ごめん、割れてるの俺食べる。どうぞ。これ全部ほら英語のやつだよ。マウスなんでしょ。ジジブブブブ。ねえ、よくいるよ。まだまだ。キャッツ、ワオ、キャッツ。ピッポー、ヒッポポタマス。誰？ヒッポだよ。カバ、カバ。ちょっとね、種類がいっぱい欲しいからもう一つだけど。これ美味しいよね、食べっ子動物。大好き。あ、鹿出てきた、ディア。レオパード。お、これすごいね。エレファントって書いてあるけど、どこがゾウなんだろう、これ。Yeah!
にゃ。最近銀は毎日お皿洗いをしてますね。お皿洗いというかキッチンで水遊びしてますね。今日の洗い物は何ですか？バイトさん、お皿がない。お皿がないですね。ここになんかコップありますけど、パパがコーヒー飲んだ。これ洗ったらどうですか？だけどお皿がないとだった。お皿がいいんですか？お皿がいいです。これどうしていい？それ濡らしてもいいけど絞れないんじゃないの？絞れる。絞れる。卵やる。ちょっと待って。大吹きをフライパンに入れてます、ね、卵焼き？卵焼き。やめてくれますかね。卵焼きじゃないんですけど、それ卵焼き。時々見間違えるけどね、ママも。なんで口が尖ってるんですかね。あっちあっちだけ、ここに触らんでよ。あっちあっちなの。え、なにこれ、焼いてんの今。え、なにこれ、見せて。やだー、あ、もう焼けちゃった。え、焼けたのですか？焼けたの。焼けてるよ。わっ、めっちゃ膨らんでる。そしたらね、こうめちゃめちゃ熱いから火傷しないように、そこにね、クッキーをこうやって入れるから、マシュマロ触っちゃダメだよ。見て。うわー、あちあちあち、やばい、熱いな、これ熱いな、どうしよう。これで危ないから、じゃあこれ一旦ここに出そうか。こう天板がないところに。はい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 、はい、熱いからね。はい、じゃあムニューって入れていこうか。ナッツとかこのクッキーとかを。待って、掴めないんだけど。それは手がいいかも。ん、ほら、ムニューってなるよ。ね、それ縦にするべきじゃない？え、面白い。ムニューってしっかり、しっかり押し込んでね。牛さん、ムニュー。あ、気持ちいい、これ。おお、なんかこれ目玉みたいになってる。カシューナッツとかも美味しいよ。牛やろ。2つとか入れてもいい。あ、待って、これちょっと待って待って、チョコは溶けるかも。チョコじゃないやつの方がいいかも。はい、じゃあこれでまた45分焼くんだって。かわいいね、これ。ピピいましたよ。お、焼けたんじゃない？あ、ちょっと焦げてるかな。おお、なんか硬そうだね。もう手でいいんじゃない？お、取れた。取れた。これチョコはあんまり向かんね。やっぱチョコが溶けちゃうから、チョコがついてないナッツか、今手で触ってる。クラッカーとかビスケット。え、これすごいかわいい。はい、せーの、完成。クッキングとかじゃなくて、もうね、待ってるだけでできるから、まず15分焼いて、でムニムニって押し込んで、あと45分待ってたらできるから、これいいね。これはいいね。どんな味か食べてみようか。せーの、がさん、はい、いただきます。どう？ん？でもまだマシュマロしか食べてない。これマシュマロ？あれじゃん、あのほら、お菓子屋さんでたまに買うメレンゲのお菓子あるじゃん。うんうん、あれだね。うん、あ、めっちゃ美味しい。うん、このクラッカーが、塩が
ね、塩気が効いてるからマシュマロと塩でめちゃめちゃ美味しい。うん、ちょっとマシュマロだけ食べてもいいよ。うん、うん、ちょっとこれ喉乾いてね。甘いからね。やばこれ、美味しいね。これマシュマロとはまたちょっと違う食感だけど、子供大好きじゃない？どうですか、マシュマロ好きの銀太くん。うん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 。うまいね。歯に詰まる。歯に詰まるね。確かに歯に詰まる。まあでもママ大好き、ねね、このガチャピもメレンゲ系のお菓子大好き。猫ちゃん食べよう。これでもいいね。このまんまなんかもう袋に入れて、ちょっとした手土産とかで渡しても可愛いよね。うん、可愛い、おいしい。可愛い、おいしい。うん、ちょっとこれおいしすぎるからね、もう一回焼きます。今からこれ半分にしなくてもいいかもね。このサイズだったら食べっ子動物が大きいから、これぐらいあった方がバランスいいかも。ほら、1個丸々使った方がね。止まらんね、銀くん。ちょっとね、食べ過ぎじゃない、銀。食べ過ぎじゃない。あ、また帰ってからね。はい、もうたまんない。もうたまんない。今日はマシュマロクッキーを作りました。はい、もう簡単すぎるぐらいでとっても美味しいです。みんなも作ってみてね。バイバイ、また見てねー。